BP 2万で完全にメインキャラだと思う。久々に見るな、うん、BP2 万超えてる竜とかなかなかいないですよ。いないと思う、ああ、本当に。おお、反応早いな。無理じゃん、いけるんだ。超ギリギリダメだ。安いの悲しいな。そう、確かに割に合ってないって。どうやって勝つのここから。相当厳しいです。メトがないし。ありゃあ、やつ信者か、そのダイゴスは。連打やばい、もう一回打てる。安いもんあれ。うわ、お構いなしだもん。相打ちで終わりだもん。ほら、アパカー削りで終わり。おお、5番今の灼熱は原点。今の灼熱は原 点。いや、相手がやっぱ5000超えてるからこそ言うけど、原点。当たる、当たんないってこと。当たっても微妙だし、それを打ったことによって得られるメリットが少ない。今の飛ばれちゃうし。それ詐欺飛びになってないから。厳しい、見えちゃう。竜には厳しい。赤手つけてるみたいな。確かにちょっと竜には辛いで。さすがですね、安定感。流線結構やれたから。変わるんじゃない。名前変えてくる。名前変えれないでしょ。簡単にはあれ変えられないから。トキドイズゴッドの下にサコイズゴッドがいて、もうわけわかんないですけど。並んでる。全員集合。同じ人までありそう。うわあ、悲しいお知らせが。あ、秘宝が。秘宝が。頑張ったらしい。頑張ったらしい。まあでも頑張ったよね。まあ頑張りました。4連敗した相手にそこから3連勝だから。やべえね。4-0 のダルシムとか試合取れないですよね、マジで。理由で、うん、まあ、よく追い詰めたね。しかしも、まあ、ありゃあ、うん、ニャンシに戦艦優勝してもらいたいよな。いや、優勝してほしいですよね。いや、だから破壊です。破壊、破壊なんだよな。誰かない、なんかないですか、破壊対策。ちょっとやるだけで変わるんじゃないですか。いや、つか誰に聞いてもまともな破壊対策っていうのは返ってきた試しがないんですけど。まあ多分ないんだよ、多分。まあやったことはないでしょ。みんなある程度なんか、あ、そうだ、孫がなんか言ってたな。うん。おお、ウルコン出しちゃったよ。あ、ウルコン危なかった。危なかった、出なくてよかった。油塗ってる時の対策が分かんないときついですよね。油塗ってる時が強いからね。やばいですよね。ただ最強候補とかじゃないの、あれ。油塗ってるって最強なんじゃないですかね、やっぱりシステムから逸脱してるし。ねえ、あいつだけ。まあ、孫経由でお願いできたら対戦していただきたいですね。これ前戦わなかったっけ、この人。戦わなかった対戦。いや、前あの配信で。ああ、あり得る。すごい大胆。うわー、グラッと危ない。これうまいな、この人。離れちゃうんだ、ごめんなさい。中間じゃねえわ。ちょっと待って、あるよ、ある、これは全然ある。あー、今しょうがないっすよね。アプリボンちゃん式で
とどめを刺しにちょっとスケベですね。スケベです。すみません。あのね、アベルやりやすいんです。ああ、なるほど。スケベですね。お前即答だったぜ。ちょっと待って、負けらんねえんだよ、ここ。うわあ、すげえきついな。相手、結局止めたらいい。投げ。最後、勝ち点を戻すな。おいしい。読み。投げ。リーチ。あ、お使ってくれた。で第2位にしないのなんで。おお。よし締めるぞ。にゃんさんはニコ生やらないですね。それすごいな。一番やんなそう。にゃんしのニコ生。おお。あちょ。美味しい。いる。これイズゴッタシリーズはどんどん増えていくんですかね。イズゴッタ信者。ボンちゃんイズゴッタっていないの？いないんです。なんでいないの？残念ながら。配信に出てる人のあれはいないですね。いない。